湿疹の三角形水泡とは、皮膚疾患などで見られる皮疹の一つ。一般に水膨れ、水膨れと呼ばれる。皮膚が、皮膚の表皮中、または、表皮下にサラサラとした水分が溜まったことにより、半球状に隆起した状態を指す。中の水分は損傷した組織から染み出た血性や、タンパク質などである。普通は表皮にでき、治りも早く後も残らないが、 全身性疾患に伴って、皮膚の深い層にできた水泡は、治癒に時間がかかり痕が残ることがある。湿疹で見られるシミ液性吸疹は、吸疹の上に小水泡が出現している状態を言う。水泡の原因は、ウイルス感染のものとそれ以外に分けられる。ウイルス以外でできる水泡は、虫刺され、熱症、湿疹、水虫、靴ずれ、甘根放送。 水疱症など多したようである。ウイルス感染でできる水疱は、ヘルペス感染症、水筒がある。直径6センチメートル以上のものもある水疱のできた、原因により、治療法は異なる。ウイルス性の場合は、抗ウイルス剤などで治療する。ウイルス以外の水疱、例えば熱症による水疱などには、標準的な治療法はない。水疱を破くか破かないかは、賛否両論である。 水泡が破れてしまった時は破けた皮膚を除去し、フィルム剤を貼って治療する。ジャガイモやアロイを使った民間療法は治癒を遅くするだけであるので避けるべきである。ありがとうございます。